桶狭間の戦いの功により侍大将に抜擢された。侍大将になります。後に池田家の家老になった香川長兵衛、徳良四郎兵衛、森寺清右衛門などを織田信長の許可を得て家来にしている。池田家の礎を作ります。常興は全王院との間に子供にも恵まれていた。1559年長男元助が誕生。1564年12月2日次男輝政が誕生。子供を授かります。1566年三千貫で尾張木田城主就任。1570年朝倉義景攻めに参陣し、姉川の戦いでは三輪長秀と共に徳川家康に加勢した功績により犬山城主となり、1万貫を与えられ順調に出世していった。順風満帆。牧島の戦いに出陣。その後尾張国を任された織田信忠の組下となった。信忠様好きになります。